豊岡市の担当町では春の食卓を彩る特産の山うどの出荷が始まっています。担当町では40年前から特産品として山うどの生産を始め、現在は8戸の農家が栽培に取り組んでいます。担当町の山うどは茎や葉先、皮もすべて食べられ、シャキシャキとした歯触りとほんのり苦い味わいが特徴だということです。こちらの農家ではもみ殻を厚く敷き詰め、温度や日当たりを調整するなどして適度な大きさに育てた山うどを一つ一つ傷をつけないよう丁寧に掘り出し収穫しています。夏の猛暑や水不足などの影響で今年は去年よりも1トン少ないおよそ5トンの収穫を見込んでいます。自然のものに近い状態で育ってますんで、春には春のこういったものを食べていただくとやっぱり体は元気になると思うんで、どっかで探していただいてうどを、食べていただきたいなと思います。箱詰めされた山うどは豊岡市内のほか京阪神に出荷されます。